秋田県立ゆり支援学校、道の川分教室は、秋田県ゆり本城市岩木内道側にある、公立特別支援学校の分教室。国立病院機構は北病院に併設されている、関係上、病弱者を、教育領域としている。2003年12月1日、当時の本城市に所在した、国立療養所は北病院の廃止に伴い、同病院に併設され、 同年度末で閉校が決まっていた、秋田県立本庄養護学校の機能を、事実上移転するため、国立療養所秋田病院よりも規模が小さかったにも、かかわらず存続した、当時の由利国岩木町に所在した、国立療養所、道の川病院に、同養護学校の分教室として設置されたのが、始まりである。翌2004年3月で、 本城養語学校本校が平行となったため、同年4月1日より、秋田県立秋田養語学校の分教室となった。しかし、秋田総合支援エリア輝きの丘構想により、2010年3月で、秋田養語学校も、平行となったため、同年4月より当分教室と同じゆり本城市に、ある、秋田県立ゆり養語学校の分教室となり、現在に至る。 本文教室の場合は、通学生の形を取らず、併設元である、国立病院機構秋田病院に入院する、重症心身障害児を中心とした、訪問教育制を取っている。分け教室ではあるが、秋田県における、重症心身障害研究機関校に指定されている。経営破綻した、秋田県住宅供給公社が造成、販売していた、 南が丘ニュータウンの一部区画の住宅地としての販売を見直し、特別支援学校と連携する医療施設で構成する福祉エリアとして再構築されることになったというもの。ホームページ上では、ゆ利支援学校では知的障害と病弱を教育対象としているが、本校側は知的対象のみで当分教室が病弱と厳密には明確に区別されている。 県立特別支援学校の学校名が変わります。ありがとうございます。